ああいう男なんか嫌よね。カエルか大きければいいってもんじゃないのよね。身長ね。どういう男が好きなの、アベコは。男なんて金よ金、サイゼリアなんて持ってのほか。朝に吉野家連れてくな。あいつ未だに財布バリバリだからね。私になんか当たり強くない？え、もしかしてニセペン君のことなんか私が仲いいから気にしてんの？またこれか。またこれか。え、安倍さんは何を引いたんだい？僕ですか？今見せてあげますよ。本当？マーキング、よし、マーキングしました。マーキングってなんだ？マーキング、あの飛べるやつ、飛べるやつ。そうなんだ、うん、そうなんだ。わあ、あ、もう行きたい、あ、行きたい、行きたい、行きたいな、確実にな、行きたいのに、もう、しかもこいつムービングやないか、おややこしいよ、切ろうとしてたわ、なんなら危ねえ、よかったわ、死んでよかった。まあ、なんかもう終わったことだし、すごいどうでもいいんですけど、おい、アベレージさんはエンジンと宿舎の間の通路で死んでます。どうでもよくねえわ、行ったからね。ペンさんとリンゴさんなんですか？二択です。いやいやいや、僕終わったって。あ、あ、僕終わったって。じゃあ、じゃあリンゴさん、僕終わったって。僕ちょ嘘やろ、危ない。おお、ペンさんもいて4人だったから、じゃあリンゴさんしか浮いてないっていう。まあアベレージだしっか。なんてこと言うんだ。ああ、何のボタンですかこれ。ねえねえ、いや私じゃないから。本気弁明ボタンじゃん。すごい本心の。すごい早ニセペンさん入れんの。もうニセペンさんが早いじゃん。話聞かせてください。殺意満々。まず話聞きましょう。早まらない。いやいやいや、話聞きましょう。あれま、こうなっちゃうんだ。かなりでかいです。かなりでかいね。かなりでかいよ。アホやろこの作戦。どこだ。なにこれ、なにこれ、ポンゼロ隠してる。おい何やってんのよ、ふざけんなよ、騙しやがって。おいふざけんなよ、おいおい、聞こえてんだろ、聞こえてんだろ。今切った、誰か切った、最後残ってた人。はいはい、僕がインポスターですよ、皆さん。はい、皆さん、僕インポスターです。テレポートジャッカルです。はい、皆さん、もう通じちゃった。いいねなんか通ってる、マジカの下なんか通ってる。見てるんだから、なんか光ってる。なんだこれ、撮ってた。え、なんだこれ、ジャンボが。おい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 、でもするか、しゃーなし。どうされた。あー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 、押してしまった。あ、お仕事なの。今日女性率高いな。出たから、うん、てか、集められて死んだ。確かに、リオさん1,2,3,4 4人もいる。え、え、え、リンゴさんも違う。あれ、マジパカ、何が起きてるんだ。ラインかな。あ、ラインなんだ。ジャンボおじいさんはカメラ見てました、ずっと。誰にも、確かにジャンボの人最後に来ました。仕込まれたんだ。飛んできました、ね。私リンゴさんに言ってない。はい、カメラ見てましたね。あ、そうなんだ。ね、ちょっとさ、お塩さんってさ、人外の時にカメラ見がちじゃないな。確かに最低。最低なんだけど。やだ。最低だよね。ああいう男なんか嫌よね。たのはチラッと、カエルか。なんかずっとカメラ見てるのちょっと本当にどうかと思う。ずっとキョロキョロしてんの本当無理。だからスタイがマチカなんじゃないかって感じ。ねえ。スタイでかいだけ。ずっとカメラいじってるあの人さっきから。展開女の子しかないから。ちゃん見ようもんね。やだ、なんかデートの時とかもなんかどこにいるんだろうって感じでトレイ持ちながらずっとキョロキョロしてそう。カエルかー。それカエルだー。カエルかー。もうちょっとどっしり構えててほしい。ねえ。おっきい、おっければいいってもんじゃないのよね。そうよね。身長ね。わかってるよ。ねえねえ、なんで。アベコはわかってるよ。ちょっと、カメラ見に行くって言ってたのを聞いてる。
私が悪かったかもしれないわね。誰も光ってるな。ユギアが入ってたわ、アベコ。いや、まあでも、そうね。いや、でもそういうの嫌だよね、ほんと。どしどしうるさいし。あ、そうそう、ハテナがメインの左下のタスクやってる時に、どしどしが下から多分聞こえてるから。ユギアが入ったね。なんかね、アベコがいきなりなんかぶっ込んできたから。いやいやいや、いやでも私はあんまり身長とか気にしないから、ちょっと言うのもどうなのかなって思っちゃったところがあって。タスク進行でもいい、好きとして。どういう男が好きなの、アベコは。どういう男、釣られるぐらい。やっぱお金よね、お金。お金、男なんて金よ、金。ダブキルで終わる。そうよ、サイゼリアなんて持ってのほか。いや、タスク朝に吉野家連れてくな。そうよ、牛丼屋さんなんて絶対行かないから、私。タスク進行、経験者の方よ。経験者の方よ。やばいやばい。あと5個です。怒られる怒られる、また何も聞いてない、私たち。ティーン、吉野家連れてくなって何。会いましたと。吉野家って何の話やった。分かんない、なんかやけにリアリティがあった、質感があった、あの話には。なんか経験者いたよね。吉野家連れてくなって誰が言ってたんだっけ。ミオ、ミオ。あ、ミオさんか。ミオちゃん、明日に吉野家連れてかれたんだ。なのかな。あ、ミオさん、ミオさん。はいはい、あやちゃん。なんか吉野家に朝連れてかれたことあるんですか。朝吉野家連れてくな。え、いや、経験してない。あ、経験してない。未経験。あ、なんかやけに質感高いなと思ったんで。そう、なんかリアリティあったから。なんか吉野家はいいかと思ったけど、まあ朝だったら嫌だなって思ってな。いやー。夜だったら嫌だな。でかいやつ誰だね。死んでるの女の子しかいないじゃん。本当よ。ちょっと男たち解消ないんじゃない？もしかして。ましたよ。私なんて最初死んでずっと待ってたんだから。女の子を待たせるなんてもってのほか。え、アベコは誰にやられたの？私は。あの解消なしのキモい名してるオシオンってやつ。あいつね。そうよ。ただでかいだけの。そうよそうよ。あ、僕もそこにいますわ今。あいついまだに財布バリバリだからね。いやあ、嘘でしょ。そうよ。あいつ前食事連れてくって言うから行ったら、あのマック連れてかれて、しかもお会計の時バリ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 ってやってたからね。もう本当にマジックテープってこと？いやでも思ってくれたんだ、優しいじゃん。まあね。でもちょっとクーポン出してたから、ちょっとそこも買えるか。なんか期限切れのクーポン最初出してて、え、これ使えないんですか、すみませんすみませんって。僕はずっとバリバリ財布。お会計でちょっともたついてたんだ。そうよ。でもそれはさ、アベコちゃんがさ、なんかクーポン使いたくなるようなことしたんじゃないの。何、私のせいって言うのあんた。なんかそういうとこあるよね、リンゴちゃん。ね、みんなもそう思うよね。いやでも聞いてみないことにはみたいな。片山さんは見に行きましたよ、頼んだって。ねえ、なんかやだなぁ。私なんか嫌になっちゃった、帰ろっかな今日は。帰ったじゃないの、アップルパイ頼っちゃったんじゃないの、追加で。そうですよ。まあでもそこまで頼んじゃったんじゃないの。え、そんな食べないし、私。私結構食べてもなんか太んないけど、もともとあの食細いからあんまり食べないのよね。え、なんでかな、なんか全然太んないのよね、食べても。でもなんでだろう。すごい嫌味じゃんそれ、なんか。え、あ、ごめんごめんごめん。え、ごめん。やめなよみんな、アベコがかわいそうでしょみんな。そうよね。そういうこと言うんじゃん。やだ、なんか、私いじめられてるんですけど、やだ。かわいそうだよ。え、なんかリンゴちゃんさ、私になんか当たり強くない。え、もしかしてニセペン君のことなんか私が仲いいから気にしてんの。ねえ、これナイスジャンボだったの。いや、してないよ。リンゴちゃんの姿は私。え、どういうこと。すぐに否定しないとちょっと怪しいよ。あれ、もしかしてそういうことなの。ちょっと、やだ。え、どこが好きなの。え、リンゴちゃん、そういうことだったの。あ、なんかやだ、なんかごめんなさい、私知らなかったから。
タスクやってる。やべこちゃんにスペンちゃんが好きなの？いや別に好きっていうか、あいつがなんか私のことずっと誘ってくるっていうか。それ完全狙ってんじゃん。やっぱそうなのかな。でも私やっぱサバサバしてて気づかないから。こいつペンさんって言われてますよ。ペンさんまで僕がじきじきに。自分でサバサバ系っていう条件って言っちゃうね。何何？いや、なんでもないよ。あ、そう？いや、ジジイでした。そんな結末がいいんですか？そんなはびこってるとは。嘘でしょ。霊界は女子トークで盛り上がってました。うん、なんか急に終わったんだけど。空気悪かったよね。男子空気は見なくない？最低。霊界女子しかいなかったのか。うちは一番盛り上がってた。オツ変えるか。ちおさんがね、お財布バリバリだって話してたね。うそう、期限切れのクーポン使うって。最低。期限切れのバリバリの財布だ。でっかいだけの男だって言ってた。まあでも朝に吉野家連れてくなーがちょっと一番刺さったよね。ね。絶対後でチェックすっかんな。いろいろやれてんだ。